2010年5月6日6日の、木曜日、ヤフーアクセスランキング経済なんですが、気になったところというのは、そうですね、世界4番目、世界株安が日本にも波及、日本日経平均が大幅安という記事がありますが、日経平均株価225種類のやつなんですけども、主要銘柄ですね、は主要銘柄225種類ある、日経平均株価なんですけども、午前9時10分現在で前週末の、前週末より329円98銭安の1万727円42銭で推移しているというふうに記事は書いてありました。で、6番目、3D テレビ、開幕、韓国勢は好調、日本勢は一歩出遅れかという記事ですね。確かにそうだなと思うんですが、サムスン電子は本年度2010年ですが、200万台以上の販売目標を立てておりというふうに書いてあります。LG 電子もシェア 25% に当たる96万台を販売するというふうに書いてあります。あと8番目ですね、消費意欲強いはずの35歳のこの層の絶望が最大の問題、インタビュー、消費法崩壊、若者はなぜ物を買わないのかという記事があるんですけども、物を買わないのは将来の希望が持てないため、そうですね、自分には、あんまり役に立つようなことは書いてないかなと思いました。あと12番目気になったところなんですが、ベタープレス電池というベタープレス電池を採用という記事があるんですが、このベタープレス社のベタープレス電池というのはどういうものなのかというのはちょっとよくわかんないんですが、取り外し可能で、要はまあ何でしょう、取り替えることが簡単にできる電池ということのようですね。とまあ感じですね。